ローマ市内とその南東近郊にあたるカステ、リロマーに地方とを結ぶ、3つの路線のうちの一つである。トレニタリアによって運行されており、他の2路線とともに、ラツヨー地方鉄道も、フロリダ4の一部を構成する。ローマ中心部のローマテルミニ駅を起点とし、チャンピーの、マリーの、カステル・ガンドルフォの町を経て、アルバーノ・ラツヤーレ駅に至る。この路線は、 1889年に開業した。1927年には、アルバーノ・ラツヤーレより、南のネットゥーノまでが開通したが、その後廃止されている。ローマ・チャンピーの間が、伏線区間である。イタリア王国が、強行領であったローマ周辺を併合した1870年の時点で、カステリ・ロマーニー周辺地域には、すでに2つの鉄道路線があった。 強行国家は1856年にローマとフラスカーティを結ぶ路線を、1863年にはローマとベルレトリとをつなぐ路線を、それぞれ建設していた。しかしながら、カステッリ・ロマーニの中心部にあたるグロッタ・フェラータから、ジェンツァーの一帯には、鉄道が敷設されないでいた。この空白を補うため、1880年に、 ローマポルトナッチョからチャンピーノを経由して、マリーノに至るポルトチャンピーマリーノ線が開通した。ただしこれは、一般的な鉄道路線ではなく、蒸気機関車が走るトラムとしてであった。しかしながら、チャンピーノとマリーノの間の激しい標高差を超える、上での路線設計のまずさがすぐに明らかになり、動線を経営する上での困難を引き起こした。この路面記者は、 現在はマリーノからパンタネレにかけてのロマーナ通りやカストリミニエンセ通りの大部分を占めているマリーノのガリバルディ広場に到着していた。ポルトナッチョマリーノ間の開業の翌年、国王ウンベルト一世はチェッキーナ経由でネットゥーノとアルバーノ・ラツアーレを結ぶ新たな鉄道路線の実現の布告にサインした。この新線は1884年3月に開業し、 ベッレトリーキ路線と交差し、チェッキーナに達した。そのため、ローマアルバーの間を結ぶ鉄道は、チェッキーナを中間地点とすることとなった。このように連結された線路は、工程の長さや所要時間において、最終的な解決に至ることができなかったことが明確となった。この地域の地形上の特徴のある特別な区間の難問を抱えながら、 ローマとアルバーノ・ラツヤーレンを直結する問題に取り組むことを決定した。鉄道の実現のために4つのトンネルと1つの高架と6つのアーチを作り、1889年10月23日にチャンピーノとアルバーノ・ラツヤーレンが開業した。新たな鉄道の開業によってポルトマリーノ間の蒸気儀車は不要となり、1889年に廃止された。 ローマアルバーのネットゥーノ鉄道路線では、マリーの駅とアルバーの駅が未だに証明するように、郵便や貨物の激しい交通量があった。その重要さは、ゴムタイヤでの交通が多くなりすべてが消滅してしまった。ネットゥーノとの接続は、最初にチェッキーナで途切れたため1927年にアルバーチェッキーマも使えなくなった。 チャンピー・アルバー・ラツヤ・アーレ・線は1947年に電化された。最初は蒸気機関車により牽引されていた列車、1930年代から終戦にかけて旅客輸送に従事していたリットリーナ、その後はより近代的な電化車両に交換された。カステ・リ・ロマーニの路線では、間違いなくローマ・アルバー線は最も見晴らしが良く、ローマの前に広がる。 パンタネラ駅マリーのラツヤーレ駅間とアルバーの湖前のスペクタクルカステルガンドルフォトンネル入り口の火山のクレーター内側の山陵が路線と並ぶ様などが見られる。路線は 28km 展開しており、以下に図式化する。ありがとうございます。